でも俺も今日ねちょっと時間が空いた時にさ宇野かおさんのさ宇野かおさんって格闘家るでしょ宇野かおさん洋服屋さんやってるんだけどそこの展示会って言って前から知り合いだから行こうと思って誰を誘おうと思って人で行ってもいいんだけど。 大倉もそういうの好きだなと思って、大倉を誘った後、案の定仕事でダメかなと思ったけど、急だったし、ダメだったわけ。うん、じゃあって考えた後に、誰も出てこないわけ。誰でもいいと思いながらも、やっぱそれに、なんかこう好きな人とかね。まあね。そうそう。あとぶっちゃけ、あの、誰でもいいとか言いながら、誰でもよくないんだよね。大川とか永井に電話しようかなって一瞬思ったんだけど、それはそんなに、 あのまあ言ったって服買うわけだから、うん、あのお金がかかることだから一緒にずてっとも楽しくないんじゃないかなとか思っちゃうじゃん、うんうん、<laughs> 遠い一緒に会と、ね、別に大倉はまあお金持ちだからさ大倉、うん、が行っていいのなかったから買わなかったっていうのとなんか及川永井がいいのなかったから買わなかったなんか話が違う気がする,すがする買えなかったんですかもしかしたらあるかもそれか無理して買ってもそれはそれで なんかなと思うし僕ら、うん、だったら僕倉これ似合うじゃんって超似合わないの勧めて買わせてもさ別にそんな心痛まないっか <laughs> ジョークの範囲で済むっていうねそうそうそう,うん,なんかちょっと違うなとかまあだから基本は誘わなかったわけそので誰がいないかなと思ってすげえ思ったんだようんねうん小野さんのその展示会そうそうそう、うん、おいであまあまあ,あの一応 結果は一人で行ってんだけど、うんうん、一応電話で、あの、まあ俺、家族がいるからね、うん、あの、もう奈飯も学校終わってる時間だったし、うち、電話して、うんあの、よかったら来るみたいな。でも、うん、基本その、そんな洋服って言っても、男メインだから、うん、女の子もあんのかななんて、俺もよくわかんない感じで、うんうん、別にそれ着てもいいんだけど、案、うん、の定、そんな女性向けってのはそこまで展開してな,いかないわけね。 これでももう終了じゃん。これかけて、あの、ま、都合が悪いって言われたら、また考えたかもしれないけど、ま、で、偶然、あの、その、なんだろ、もう何もしてなくて、あの、なんなら出かけてて、ちょっと近くにいたの。おラッキーだね。だけど、来なかったんだけど、別に。あの、そこには。うん。じゃあ、それ終わったら、あの、合流して、明治でも食いくみたいなノリだったに なんか面白いね、この話、なんでなんかいいなと思って、結局、どうなんだろうと思って、この話結局、うん、結局別になんてことはない話ない、ね、だから、いねえんだよね、いや、だからここ、なんでもいいっていう時に誘えるやつとかって、まあ、飯の話でよくあるけど、うん、ね 要はさがっつり飯に行くぞっていう時じゃなくてあ時間空いて今日夜、飯誰かと食おうかな、うん、家で食うテンションでもねえなそうん、かといってなんかこんなね思い切り振りかぶったもん食うわけでもない、うん、本当にご飯食べてちょっと話して帰りたいなの時にじゃあ何人いますかって一人二人で一人、二人,人もわかんない。うん、電話して、うん ああ、ごめん、ダメなんだ今日、うん、って言われた時の、その要は、どこまでいけんのかっていう、うんいね、よくみんなもそんな話することあるかもしれないけど、うん、いないない,いないね。だから、日村さんの空いた時間何やってんのかなで何もないっていうのがダメっていうのは、うん、俺なんかもっとないなって思うよ。日村さんまだ、家庭菜園だとか、日村さんってさ、これいい意味でも悪い意味でも、うん、何かに一個ハマってる時期があったら、それをポンって言うじゃん。言う。うん、ね。うん だけど、俺、それがまずできないから、うん、なんか、うん、そういう面でも、あの人じゃない、この人じゃない、いつも多分同じなんだよね。うん、そこにさ、結構な割合でね、うん、いるのよ。あの、全然、一年ぐらい連絡取ってない人に連絡して、うん、行きませんって,って行く人とかもいるんだよ。いる、うん。あんま関係薄い人とかを連れて行っちゃう人もいるのよ。ん日村さんって割とそうだと思うんだけど。いや,いや、いや、絶対違う。 絶対ない。でも、これはまあ、この例で言ったら違うかもしれないけど、楽屋にほら、もう同級生、一年ぐらい会ってない同級生もライブに見に来てくれたを楽屋に入れたまんま放置したりできる人じゃん。うん、それ、まあまあ、それが、やっぱ違うってとこよ。うん。どん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 、ああ、次から次に後ろに放り込んで、ほったら、ほったらかしできる。ほさね。うん。わかる。友達、 遊ぶんだっつったら、全く新規の友達も、こっちの友達にもガツッとぶつけても、うん、あーいや、俺そこは考えちゃうと思う、正直言うと。でも旅行とかだって、全然初対面の人とか登場させたりできる、うん、あまあまあ、そうかそうか、そういうことね。正月旅行なんて、俺絶対それできないから。うんうん、なるほどね。だから、俺、だ俺の,そのね家庭菜園っていうのも、もう家帰っちゃってるから、うんうん、やっぱ、家に帰んないことが俺、なんか大事な気がしてるのね。 わかるわかる、外にこ,この時間どうに都合をつけるのかができるかできないかでしょ、家庭菜園ということでお前に逃げてたら家帰ったじゃんかっていう、あでも別に逃げたと思わないけど分かるわ、その外で2時間有意義に過ごせるかどうかの運動の話で、だからそのお服の展示会っていうのも、例えば大倉誘ってだめだったと、で及川と長井は頭に浮かんだと。 俺がまあ歯医者ってるからだけど、辻君となるとか、泥棒に関してはさ、名前すらも出てこない。<laughs> ま,あまあ泥棒に関しては電話番号もしない。<laughs> まあ泥棒じゃしょうがない。連れてったら泥棒しちゃう, <laughs> うかもしれない <laughs> でも、辻君のところはなるはさ、<laughs> 名前が出てこなかったってことも、なんかあると思うし。まあ、ラジオの,のスタッフで言ったら確かにそうだね。辻君とか、でもね、一瞬思ったど結構考えたから、あの池、うん、池田さんとか。池田さんとか、例えばね。要は、その辺はばーっと思ったの。うん、ただでも、俺もそこに行くまでに、うん、 20分だったの。要は、空いて、そこへ向かって、到着するまでが。リミットは20分なのね。で、フットワーク軽くて、なおかつ、そんな感じで誘ってもいい人ってなった場合、やっぱ池田さんはないね。い。申し訳ない。そこで、仕事中だし、ちょっと抜けてくることはね、可能かもしれないけど。なんか池田さんって、あ、行きますよって気遣って来てくれる可能性なんでね。そうそう。それはでも、できない。それはない。関係性として。で、辻君にもそんなに、普段、 言ってないのに急に呼ぶって何って思って、で、それが普通の割と服ならいいけど、結構、あの、なんだろう、好きだとかね、あるんだったらいいけど、野薫さんのだよって言って、大倉とか知ってんのよ、もうすでに持ってるし、ああ、なるね。うん。だから、わ、ですね、現に言ったときに、ああ、それ行きたかったけど、今会議なんでって言って。 ああ、行きたかったっすね。うん、なん。だけど、辻君とかだったら、うん、行けないにしても、うん、ああ、すいません。<laughs> この、な、なんかこの、何も芯がないさ、俺、それは嫌だっていうのも俺もあんの、ね、よ。うん、申し訳ないっていうのもあるし、そうに断られたらいいっていうか。いや、だってないじゃん。それはわかんなよ。だって、別になくてもいいじゃん、そこは。もちろん、宇野カオルさんは知ってるだろうし、もしかしたらすげえ引きがあるかもしれない。 もしかしたら知らないところですげえ格闘技好きで、うん、宇野桃さんはもうデビュー当時から見て,て、ね、そう、俺、欲しかったし実際、洋服はそこ持ってるんですよとか,、うん、かも,しもしかしてあるかもしれないけど、うん、多分その可能性薄いと思うし、ねうん、そこでそういう感じでなっちゃうの申し訳ないしプラス俺も何も芯もないのに、うんうん、ああ、すみませんって言われるのも嫌だなってのもあるわ、うんうん。なるほど 泥棒に関してはもう、もし来ますって言われたら俺、どうしようかと思うし。そうだよね。泥棒が来るとちょっと、かなり緊張感を。だって泥棒ってまだ全然知らないじゃん。全然知らないよなのにあいつ泥棒って呼ばれてんだけどね。そう。で、誕生日プレゼントもくれてたし、俺もプレゼントとかしたけど、何の関係性もない。ないからね。飯食ったことないからかな。でもまあ、過ごしてる時間とか、俺らのラジオとか、ポッドキャスト聞いてると多分ね、 そこら辺の知り合いよりかなり深いんで毎週こうなって、俺らの内面的なことも知ってるから。そうだね。そう、実は。で、近いようで遠くて、遠いようで近いっていうかな、変な感じの。うん、そうそうそう。うん、わかる。確かに辻君と確かに俺遊んだこともないし。まあね。あるでしょ、う。いや、サッカーゲームあるけども。いや、もうガチで二人っきりとかさ。まあね。でも、そんな人あんまりないよ。もうこの年になってくると。うん。うん。でも、わかるよ。その、 外で過ごすとかの有意義な感じ。家に帰ったら、それはもう何があったって家じゃん、があるから。うん。そこはもう負けとしてるわけね。そこは負けとした場合ね。うん外が勝ちとした場合ね。うんうん。でもなぁ、むずい話だよ、これは。でも毎日そういう生活じゃなくてもいいけど、今日俺は、じゃあ、そういう意味で勝ったいや、勝ちでしょ。あの、すごくね、有意義に使った。いや、だって空いてる時間を。展示会、なかわるさんの展示会。ちょうどでも、その期間がね、 本当、3日、4日なんだけど、うん、ちょうどハマったわけよ。その、うん、行きたいなと思ったけど、仕事でやっぱ行けないことが多い、そういうの。うん、だけど、あ、行こうと思って。いや、全然勝ちでしょ。うん。で、その後、まあ、家族だけど、うん、そのまんま、飯食いって、うん、で、お店なんかも見て、で、そういうお店で、俺は、今回、あのー、うん、平井健とかと、うん、 平井健さんに面識ないんだけど、ちょっとこうすれ違って絵釈とかしてみたりとかして。あの平井健さんだよねうん、そうそうそう。ちゃんと、ちゃんとしてる。あの平井健さんですよ。そうだよね。うん。そうそう。とか。え絵、ー、釈とかしてんのすごいね。あの、もうね、バチって目が両方こう合っちゃって、あってなったら平井健さんがこう、挨拶かどうかわかんないけど、伏せ目がちに首が下に動いたから、あ、これ挨拶だと思って、俺はもう思いっきり挨拶したの。 ってやったら向こうも「あああ」みたいになって「で俺もそう見た」「いまん」ってってもこうれてあでもちゃんとそうそうわそれですごい勝ちだねそれで最後ちょっと買い物したりして帰ってとかいうすごい勝ってるねでダイエット中だから飯っつってもちょっと和食の魚とか食ったりして「全勝ち」「全勝ちでいいです」「マジで?」 いやそうそうだっても家族としかも家族と過ごしたっていうさ洗車もしたうわもう何 <laughs> すげえ素敵じゃん菜那 <laughs>、うん、ハが洗車のあの機械通りたいっつうからああのワーンのあれねそうそうあのブラッシングのね乗ったままあれ楽しいよね、うんあるかる,かるちょっとアトラクション的だからあれそう全然車もちょうど洗いたいなと思ってたし、うん、いいじゃんまたこのさ梅雨の時期で洗うっていうのが、うん、なんかこの ちょっと俺も大丈夫って。そうなのよ。今難しいのよ。実績そうなのよ。そう。いいな。俺なんかもう、ちょっともう全負けだね。帰って、あの、セブンイレブンで弁当2個買って、えあの、蕎麦と、ダブルメインで。ダブル蕎麦と何かみたいなんで食ってもう言いもたれちゃってるみたいなさ。まあでもそこは別に負けかな。いや、負けですよ。言いもたれてんの。え、それはでも、そこで俺の、俺のちっちゃな意見としてはね、新商品を除いたりね。 定番だけをめがけて言ってたら、情報としてはもう何の進歩もないわけじゃん。もないねだけど、そこで変わらないにしても、あこういうの出てんだとか、今、ジンのなんかコラボのドーナツかなんか出てんだとか、アンドーナツかなんかやってんね今、セブンイレブン、ジンのコラボで。ジン、タのジンね、JIN のことね、ドラマジン。 何の陣のことかななんかもう一個陣があったらどうしようと思っちゃったから今。あ,あ、焼酎かと思った、えー、<laughs> いや、なんかを確認しないと。うん、うん。何の陣かかわかんないけど。うん。うん、でもそういうのが、例えば何かをこう、うん、確認したり、買わないにしても信じても,も。もちろん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 。なんかやったらそこはちっちゃなの俺は勝ちだと思うよ。ああ、だそういった意味では、あのそばは。そばは何あのね、今出てんのよ。新しいね、かき揚げじゃないんだけどね。うん、なんかね、野菜店のそばが今出てんのよ。 セーブレブンに。何そばか忘れちゃったあれ。でもなんか天ぷらがさでもここなのよ、さ今これ負けなの。負けでしょ今食ってるもんが言えてないの言えないの。そう、聞いてる人何食ってんだよ。も知らない何野菜店っていっぱいあるだろ、過去にも。つって。何言える何言える何言える何やつ何かるでしう何のね何入ってた人参。うん。かき揚げじゃないの、普通に。いや、でもかき揚げってなんかさ、俺の中で丸いイメージがあんだけど、全部がバラバラなの。バラバラって。 ごぼう天そばってちょっと前に俺の中でも流行ったじゃん。ああいう系の野菜が。ああいう系の野菜、そうそうそう。ああ、それが出てんだ。それあで、あと一個何かあったわけ。ここじゃん。ここじゃん。ここじゃん。そばと何かじゃん。豚肉の、あの、なんか、塩、誰かがああ、の定番のやつ定番です。ああ、なるほど。うまいよね。うまいでしょ。あれう超、超そこだけ目がけたじゃん。何かと迷ったでしょ、でも。 えっとね冷やし中華と迷ったああ定番だねうん負けてんねあのカニカマのうんねうんカニカマのあの押し寿司みたいなあるねおにぎり的なあああのうんうんあるねそれをいったあっ食ったなんでさっき言わなかったダブルメインつってそばとあれと今思い出したの3ついってんの三ついってんのそれ初めて食ったのうんあ大好きだから。 初めてだったらちょっと感じたと思う。自分の中じゃねえ。ただもうもう定番の。ギュッといっただけなのに。あ、そう。ほんで他のなんかもパーッとなんか、ああ、なんかセブン今こういうイベントやってんだとか。うーんとね、なんか引くよね、今ね、レジでね。あそうだ。うん、レジでね。あれ断っちゃったけどね。なんで断るのあいいっすいいっす、つって。えあれ断る人いんの俺。だって当たんじゃん、あれ、ただで。でもいいですって言ったええ 何そのかっこつけつけじゃなくて「いいです」って言ったのあの時は「早く行きたかったもういいですって言っ」っ, <laughs> いいですっつってマジですっ、うん、すげえな日村さんんそれ持って帰ってそれ,それ持って帰って食べて、うん、であのー、ガーデニングのねでもそこは俺はいいと思うよ勝ちだと思うよどこが勝ったのこれガーデニング家で空いてる時間にいじくるって勝ちだよねそうですねそんなことないよいやいや勝ち勝ちそれは勝ちでいいと思う うんなんかあったかかないい、ね、家にいるからまあまあまあでもいいよ家で過ごしただってなんか食ってから帰るよと思うのよだって外で食って帰るよと思うのまあねそうですぐすぐいやいやわかるよそれはまあまあまあそれはしょうがないにしてもうん、うん、でも途中とかすっごい迷ってんのねあそこ寄ろうあそこ寄ろうみたいなうん、ねうん、でも歯医者の帰りだもんねこれねああでも歯医者行ってるってことだけで有意義に使ってるよその時間もちろんもちろんもちろん 歯直してることがだってちょっとね、うん、やってることだわ、うん、だからさ結局そのセブンイレブンでも家で済まそうみたいな、うん、俺にはでも逃げなの家帰ったって <laughs> だからまあ外が勝ちとした場合はねそ<う>でもその中でもだから言ったんで、ね、その細部でいろいろなちっちゃいプチ勝ちが入ってれば入ってればいいと,、ね、いいと思うよじゃそのやったことでじゃ勝ちでいい、うん、トータルでどう勝ち そうったら負けじゃない <laughs> け<た>だからそのセブンイレブンもなんか新しいメニューいってみようとか挑戦が見られれば勝ちだったんじゃん平凡に、うん、いやだから俺多分ね今ね、うん、ちょっとダイエットしてるっつってるじゃん。 絶対外したくないとかそういうのがすごいからだからそれも今思ってるんだと思う普段だったら何とも思わないかもしれないいいじゃんそばとあのネギのやつうまいもん確かに外したくないから定番いくっていう感覚も分かるけど置きに入ってるみたいなのが今俺気持ち的に強いのかもしれないるほど話に関してね勝負にいってるか置いてったかねだってしかも歯が入ってるのにさ日村さんいやこの歯がね上のね狩り歯がね 入ってる感がすごいんですよ自分の中であまあ違和感があるんだよね、うん、正直言うとうんそれは2週間ぐらい経たないとそうですね食っててもねなんかね食ってんのがよ「まあこれ」って感じなの,その<ー>スナック菓子とかはすごいガリガリガリって言ったら分かるんだけどちょっと噛んでよここにベビースターがちょっとあるから <laughs> ね 日村さんから確かに何年もこの音聞こえなかったわ。気づかなかったわ。なんかピチョピチョ言ってね。ポンヘってやってたもん。すりつぶしてんだよね。噛み締めてよ。<ー>やっぱ噛み方が変だよ、ヒ村さん。ちょっと。こいなんか、ロ、なんか、ロバでしょロバとかラクダみたいにすりつぶしてる。なんか、なんか口がすげえ動くな。ほん、おかしいよね。まあ、慣れてないんだろうね。うんうん うんね、<laughs> すんげえ。<laughs> こう口がね、すげえ開いて、なんか横にこう、すり潰してる感がすごい。うん、わかる。うん。うん。いや、もう、感動でしょ、うでも。感動。うん。すんごい潰れる。